おう、あ、そうか。そうか、このマラカービィは、一方その頃カービィは、いまだにワープスターに頼ってたのか。ワープスター、スマブラ SP の、あ、え？ゼルダの顔なかなかなんか、すっとんきょうしてんな、ゼルダの顔。あ、戦艦の上から待って、ストックない。ゼルダとカービィしかない。大丈夫かな？カービィのうちにできるだけ行っとかんと。ゼルダは全然やってないから、やばいな。なんだ？なんかある。何か来る。間違いない。これは何か来るぞ。何か来るぞ。ずいぶん長い廊下だな。なんかまるでチャンピオンの前みたいな廊下の長さだな。何？そんな天才的な飛行を続けるのはもうただ一人じゃん。スターフォックスその人、あ、天才的な飛行は破れたわ。早かったな。おーい、落ちちゃったよー。カービィ、ゼルダ。いやいや、ちょっと待って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 。選ばせる必要性あった今。落ちた先。ここもなんかさっきと同じように雲のステージだね。よし、ガンガン行こう。とりあえず雑魚敵がスルーしてボスまで行けばいいのかな。あー、なんか、結構追いかけてくんな。もうちょっとなんかベルトスクラクションって聞いてさ、なんか、緩くてもよかったんじゃないの。あ、なんかある。取りたい。よし。とりあえず進んでいこう。アクションゲームだな、完全に。よっしゃ、いいよ。ホームランバットだ。ホームランバットがあるぞ。これ一撃でしょ、当たれば。試しぶりしよう。試しぶりする相手はいないか。ホームランバットを手にしたカービィだぞ。バナンを克服した。スマブラでのバナンを克服した。ほいやった気持ち。これもついでに、よいしょ。岩降ってくるぞ。結構容赦ないぞ、この。普通でもなかなかの、ないでしょ、な。出てくるやつを倒すのは間違いないな。待て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 、おお、こっち行ったらか、こっち行ったらダメだ。上だ上だ、多分上だ。え、どっちだどっちだ、こっち行けるのか。待て待て待て、待つんだ。敵倒せばいけるか、先に。よし、これでいけるのか。敵をある程度倒さないと先に行けないシステムあるの。うわー、ゼルダ頑張れ。ゼルダ走れ走れ走れ、ゼルダ走れ、うわー、ゼルダ、うわー、ゼルダ頑張れ。ゼルダ走れ走れ、ゼルダ走れ走れ、ゼルダ走れ走れ、ゼルダ走って、ゼルダ走って、遅いなお前。ゼルダの足遅くない？ちょっと。ゼルダちょっと足遅いよ。は、は、は、走った。うわ、来た来た、ギロチン、ギロチン来る、ギロチン来るし。ギロチン来てるよ、ギロチン来てるよ、ギロチン来てる。頑張れ頑張れ、ゼルダ。頑張れゼルダ。頑張れゼルダ。ゼルダお前何ができるんや。ゼルダお前何ができるんや。ゼルダお前何ができるんや。頑張れ頑張れ、ゼルダ。よし。なんだこれ。何持ってんのゼルダ。タンバリンみたいな持ってるけど。これ何？投げちゃったよ。なんだこのタンバリンみたいなの持ってるけど、ゼルダ。ああ、終わりだ。あのタンバリン何だったんだ。ジャングルに来ました。ジャングルといえばあいつ出てくるんじゃないの。バナナ。もう言った通りあいつできそうだな。おお、来た。急にジャングル来たな。もう全く今までのストーリーとは全く関係ない感じだね、ドンキーコングは。今までなんか影も形もなかったもんね。それこそさっきのね、スターフォックスは出てこなかったけど、ドンキーコングパワー系だね。何、ドンキーコングはこの頃何をしてるの。なんか世界が争ってる頃、ドンキーコングは一体何をしてたの。ディディーコングもいるじゃん。あ、この世代からいるの、ディディーコングって。へえ。何、これは日常の争いだよね。キラーそんな風に打ち寄せんのか。あ、バナナ手に入れに行くんだろうな。なんかなんとなく分かったわ。ドンキーコング行くか。スマブラ SP で強いと噂されたドンキーコング見せてもらおうじゃないの。この作品のドンキは強いのか。パワーあるもんな。今のドンキーってスピードもあるんだよな、スマブラ SP って。お、ジャイアンツドンキーコング、ジャイアンツドンキーコング、勢い。ああ、ジャイアントドンキーコング強いやん、絶対64時代じゃん。ジャイアンツドンキーコング、ここにやろう。いいぞドンキー。この世代はどうなんだろう。スマブラ SP のドンキーは強キャラだからな。ドンキーがスターロット持った。おお、なんやこれ。ドンキーのスターロット、なんかなかなか
かわいいな、ドンキのスターロット。かわいいぞ、ドンキのスターロット。ドンキースターロットなんか見たくないな。あ、これ A で発射できるやつ。おー、で、A で確実に発射する。うお、おーし、危ねえ。危ねえな。A で確実に発射。大丈夫、上に飛ばすだけ。おお、なんか、なんか変な、なんか変な、なんか赤いのあんな。ジャイアンツドンキーコーグ、ほらいいぞ、ジャイアンツドンキーコーグ。強い強い強い。ジャイアントドンキーコングはちょっと強すぎだな。よし、お、やばい、頑張れ頑張れ、ちょっと待って、下ない。いや、マップ把握してなかったな。まさか下がないとは。あ、こうやってやるのか。ドンキーごめん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 、ドンキーごめん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 。ちゃんと仕掛けを解かないとね。そりゃドンキーコング全然復帰できずに死んでった。このハンマーブラスや、バナー持ってった。こいつを潰すぞ。ディディコング行け。お前はどういう能力あんねや、どういう、なんか、効果があんねや。二丁拳銃でこ、二丁、あ、これ、キラーこれで。いやでも、なんかこういうのでなんか接近した方がいいんじゃないの、結局。結局なんかさ、接近して適当に技振っときゃさ、消えるでしょ。こうね、やろ。よし。こうね、やろ。よし、いいぞ。基本的にこういうのは、あ、よしよし、これで先進めるね。リリー頑張れ。ドンキーはさっき見、不甲斐ないやられ方をしたから、リリーはそうはいかん。ディディの方が強いからね。スマブラ SP でもね、ディディの方が強いっていうのは鉄則。なんだ？あ、上上がる。倒してけ。無賃挑戦は困るな。ジャイアンツディディコーグ、ジャイアンツディディコーグ、いいぞ。なんか、なんか皿持った。これやばい。ディディ頑張れ。ディディ何をしとるんや。なんか死に方しょうもないんだよな、さっきから。なんか死に方が基本的にしょうもないんだけど、キャラの性能を把握してないな。悪の下は難しいな、確かに。自分でキャラ選べるスマブラ SP と違って、すべてのキャラを使う必要があるもんな。一回すべてのキャラ使わないと話が進まんな、これ。また再びドンキーコング。さっきのドンキーコングは惨めなやり方だけど、今回はそうはいかん。さっきのドンキーコングはね、ちょっとね、自分のミスで、悲しい死に方をしたけど、今回のドンキーはそうはいかんよ。したか。おー、これ難しいやつ。お、扉あるよ。さっきこっち入っとったらいいんじゃないの。ボーナス部屋っぽい。おー、やった。あ、ボスっぽいな。うわ、でっかくリボ。踏め、踏めば勝てんじゃないこいつ、もしかして。お、あ、クリボー踏めばいいのか。原作通りだな。踏めば、踏めば倒せる。下手に攻撃当てるより。この箱はさっき痛い目を見た。今度はそうはいかん。あっちにぽい。よし。結局バナナにありついたのね。ハンマーブロスで倒して。何？あ！いやいや、クッパってバナナに興味あったの？クッパじゃん。重量級の戦いだ。デラックスからクッパいますからね。クッパもバナナに興味、あー、クッパもそれ持ってるやつ、ワリオ同様、ワリオ同様持ってるやつ。あ、ドンキー、ドンキー。あれ、何これ。平地に挑もうとするとあと2人って出る。今まで仲間になったキャラが選べるのかな。なんか今のところは多分指定だけど、終盤になってくるとこの中で選べるようになってくるのかな。よし、行こう。さっきみたいなドンキーみたいな不甲斐ないのが最強アイテムです、これは。皆さん、覚えててください。これは最強アイテムのハンマーです。行きます。行け行け行け、頑張れ頑張れ、強すぎ強すぎ強すぎる。無双アイテム、無双アイテム。あん、ハンマーハンマーハンマー。無双アイテム、無双アイテムです。これ無双アイテムです。無双アイテム、ハンマーです。強い強い。いやー、6の頃が強いからね、ハンマー。で、これはなんだ、壊せるのか。いや、違う。なんだ、どうすればいいんだ。あ、攻撃したら壊せる。いや、上行った方が早い。攻撃したら壊せる。先進進進進。雑魚的に釜を受けてる暇はない。雑魚的に構ってる暇ないぞ。下手に消耗するより。おー、なんだ、おー、壁壁。マリオ走る、マリオ走って、マリオ走って。マリオ、壁が、壁が迫ってきてるよ。マリオ。マリオ、壁が。
おお、なんだ、死ぬ、挟まれて死ぬことはないのか。 82% も食らってる。結構食らうな。なんだ、動いた。またなんか無賃乗船してくるやつだ。お、来た。マリオ頑張れ、マリオ頑張れ。お前は何や、マリオ頑張れ。ちょっとお前は何、マリオ、マリオ、マリオ、お前はマリオ、お前はマリオ。よし、いいぞ、離れろ離れろ離れろ。マリオ、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 うわー、マリオ頑張れ。よし、まだまだ参る。マリオ頑張れ、まだいけるよ、諦めないよマリオ。マリオはまあそこそこ使ってるから大丈夫だと思うけどな。技も素直ですしね。あ、また来た。なんか赤いぞ、さっきのとは違って。ちょっと強化版みたいなの来たぞ。ファイヤーポリム、マリオ、マリオ、マリオ頑張れ、マリオ頑張れ、マリオ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 さ、毎回なんかさ、火薬箱で死んでんの、なんでなの。マリオ毎回火薬箱で死んでる気がしてきたな。なんかあの箱でドカドカやってさ、マリオ毎回毎回やられてる気がするんだけど。まあ、ピットはね、ピットも使いやすいキャラですか。マリオみたいにはいけませんよ。僕のマリ、ね、ピットはそうはいけません。あ、ちょ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 、風やめて。風ダメ。風ダメよ。ちょっと待って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 。ピットピットピット。とりあえず真ん中戻ろう。真ん中。真ん中戻ろう。結構来るな。結構強いな、普通なのに。え、これ普通なんでしょ？激ムズとかだったらどんなんだったんだろう。大変だよね、これ。くらえ！よし！ちょっと待って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 。このなんか、風吹いてくるねじ巻き鳥みたいなのがすごい強いな。この野郎。この野郎、あいつだけだ。お、ファイアフラワーだ。お前はバカだ、こっちに来るんだもん。よし、よし、これで先に進むのか。うわ、また来た。これ倒さないといけない。ピット、ピット、ピットいけるか。頑張れ頑張れ頑張れ。とりあえず、わざわざ倒せる。これ、激ムズだと、本当にワンパンとかかな。痛えよー。痛いな。結構食らうな。結構食らうな。あ、ピット？頑張れ、ピット。頑張れ、ピット。いいぞ。こういうアクションゲーム全然しないからわかんないな。なんか小さくない？あれ、ピットなんか小さくない？なんでピットちょっとなんか小さくなった？何？あ、エンシャント教だ、さっきの。そういや、マリオあなた星になってましたよ。踏んづけ取るし。結構マリオの扱いって存在なのね。そんな頭踏まるんだよ、もう。エンシャント教を追ってストーリー進めて進んでいくんだね。ああ、そうか、ディディだけ。こっちはディディか。じゃあマリオたちと合流するのはもう少しかな。もう少しでディディもマリオたちと合流しそうな気がする。あ、何？何？湖にいました。あなた湖にいました。え、湖に生息ポケモンじゃ、それはどっかのさ、どっかのお魚さんじゃないですか。なんで湖にいるんですか、あなた。湖からなんか空の柱に出てきそうなやついた。何何？生きてたの？お前、あんだけ燃やされてたのに。あんだけ燃やされてたのに生きてたの？フォックス生きてたの？フォックス。ね、撃ち落とされたフォックスここにいたの？いやいや、ちょっと待って。あ、リフレクターじゃん、絶対。レクザ弱。あ、まあ、竜の波動、そうか。竜の波動は弱点だもんね、跳ね返せば。あ、ついてこいって今向かいに来た。フォックス。ディディーコング。フォックス行くか。何？戦う？ああ！え、レッグーザだ！え、待って、レッグーザいんの？あ、ちょっと待って、レッグーザ戦う。え、最近のスマブラも確かに リオリウスと戦ってたけどさ、レッグーザ戦うの？え、マジか！スマブラ X マジか！いけ！頑張れ！攻めろ！うお！しかもなんか曲もなんかさ、ポケモンの曲だね。フォックス頑張れ！土星さんがあるぞ。土星さんだ。暗い土星さん。頑張れ土星さん。レクザだ。そうか、この頃スマブラ X ってそういう時代なのか。今だったらね、レクザにはならんもんな。何これ、なんか持ってる。
暗い暗い暗い、ほらほらレックスだ、どうや、ほら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 、なんか来そう、下から来るぞ、気をつけろ、ここよし、ちゃんと攻撃を受けて、撃てない撃てない撃てない、何してんだ何してんだ、俺捨てて捨てて、早くほらほら捨てて、あー、はい、フォックス頑張れ、レックスは強いぞ絶対これ、よっしゃいけ、ほらリフレクターリフレクターリフレクター、おーお前リフレクター、よしよしよし、リフレクターに上から来るぞ、気をつけろ、うわって横からやったディディコング頑張れ、フォックスが半分くらい削った、いけるぞ、こんなに動くのすごいな、 X でも時代感じるな、なんかレックーザなのかってなっちゃうな、このコーラは何、レックーザの全盛期だったっけ、何年だっけな、わーディディ頑張れ、あーディディ頑張れ、フォックスが繋いだ命のリレー無駄にすんな、あーディディ頑張れ、うわーディディ頑張れ、ディディ頑張れ、うわーディディ、ディディいけ、おーなんや、ディディ頑張れ、レックーザが燃えている、うわーディディ頑張れ、おーディディ、よし、レックーザってこんな爆発するポケモンだったっけ、フォックス頑張ったな、フォックス星になってたけど、フォックスああフォックスディディコング急になりなれしくなって、フォックスズリズリズリじゃあな、俺は行くとこあるからみたいな、今だとフォックスも喋るんだけどね、 SP でもスマブラ SP だとね、フォックス喋るんですけどね、この頃は喋らないんだね。